堀内正造は日本の教育者。菅も中学校、高等学校第四代学校長、学園長、山梨県出身。東京文理科大学卒業後、海軍予備員を志願し、特攻隊に入隊するも、出撃前に伊豆大島で終戦を迎える。菅も学園の創立者である、遠藤隆吉の6女、河野婿であったため、 一橋大学助教授から菅も学園の校長に就任した。1956年校長に就任、51年間もの間校長を務めたが、2007年に校長、理事長を辞任し、息子の堀内藤雄に職を譲った。実質的に名ばかりではあるが、学園長と呼ばれる職についていた。引退後は、生徒の前で公に場に出ることがなかったため、 死亡説や植物人間説も流れたが、菅間学園のすぐ隣の自宅で余生を送っていた。元軍人で死地を乗り越えてきたこともあってか、努力主義と英才層教育を掲げており、文部領土の教育を実践していた。公教育の立場から文部省、教育委員会、予備校批判など、常に絶望は鋭かった。そのために一部予備校、塾から嫌われ、スパルタ教育、 戦前の穴黒教育などと、足ざまに言われることが多かった。だが、いかなる体罰をも否定し、週に何度もあった朝礼や式典では生徒に直接、自らの信ずるところを語りかけるなど、彼の公教育はその名の表面的な印象とは、必ずしも一致しない懐の深い実践だった。二千十二年十二月十七日死去、去年十四。ありがとうございます。